フランクフルト講和条約は、不仏戦争における講和条約で、1871年、フランスがドイツ帝国に降伏した際に取り結ばれた。不仏戦争は1871年5月10日、フランクフルト講和条約によって終結した。不仏戦争の開始時点では、フランス帝国とプロイセン王国を中心とするドイツ諸国の戦争であった。しかし、 フランスが降伏した時点でドイツ統一政府が成立していたためドイツとフランスの講和条約という解釈が一般的である。フランクフルト講和条約ドイツ軍はアルザス防衛のためにボージュ山脈とメス地方の間に防衛線を構築した。ドイツ軍は今後フランスと戦う時があればこの防衛線を非常に重要であるとみなしていた。ドイツが アルザス・ロレーヌを領有できなかった場合、バーデン大公国やバイエルン王国などの南ドイツ諸法がフランスと接することになる。バーデン・バイエルン領国は当然、国境となってフランスの復讐を一心に受けることを歓迎しなかった。また国境防衛のため、南部諸法の領内へプロイセン王国主導の新生ドイツ帝国軍が駐留することが予想された。ドイツ統一後もドイツ諸法は、 自治権を維持していたが、ドイツ帝国軍が駐留すると保っていた自治を脅かされる可能性があり、南部諸法の反発が予想された。アルザス・ロレーヌの併合によってこうした事態はなくなり、統一ドイツの国内問題が軽減された。領土の分割は完全にではないものの、概ねロマンス諸語とゲルマン語派の境界線に沿って決定された。アルザス語がドイツ語と近い関係にあったため、 ベルリンのドイツ政府はアルザス併合をドイツ民族の統合というスローガンで正当化しようとした。アルザス地方から産出される豊かな鉱物資源はドイツにとってそれほど重要ではなかった。アルザスの軍事的併合はプロイセンによるドイツ統一の対義名分であるドイツ民族の統合が一番の目的であった。しかし対照的にフランスはアルザスの喪失で人口を 約160万人近く失い、鉄鉱石産出量の20%を喪失した。アルザスの喪失は戦争後40年間のフランスの対独行動を決定づけた。フランスはアルザスを失われた州として固執し、第一次世界大戦への参加もアルザス奪還が大きな原動力になっていた。そのためにオットー・フォンビスマルクはフランスを孤立化させる政策を行い、 フランスの復讐を封じ込めた。しかし1890年にビスマルクが辞職するとビスマルク体制は崩壊し、列強官は対立を激化させていくこととなり、第一次世界大戦を招く結果となった。ベルサイユ条約の締結によって一旦アルザスはフランス領に復帰する。放送音217ハット放送音248ありがとうございます。